皇太子は、皇位、帝位、王位の第一継承者を指す語であり、称号。現代日本の皇室においては、皇室天範第八条により、皇子たる御皇皇太子というと定義され、他の条文と合わせ、同法に基づいて、皇太子の称号を受けるのは、皇子のうち、近城天皇の男子のみとなる。より講義には、日本の皇室における天皇位だけでなく、 国外の君主国の王室における君主くらいの法定推定相続人の称号の大役として使われる。女性君主を容認している場合は法定推定相続人である女子の称号の大役にも用いられる。辞儀として、子は、抗義では親から生まれた者を指すが、競技では親から生まれた男を意味する。また、大使、生子は、 古代中国における後継者を指す語である。従って語義としては、皇太子とは、次期皇位継承者の第一順位にあたる皇帝の男子のことであり、特に日本では天皇の男子のことである。現代日本では、皇室天範では、第八条に基づき、皇子たる御子と定義されている。また、王位継承の第一順位の王子については、皇太子、または、 王大使の,の言葉自体がいずれの地位を継ぐ、こう意味するため、君主の地位が王である場合には、王大使の名称を用いる。君主の地位が、大公、公、公である場合、大使ではなく、生子を用いる。ただし、モンゴル侵攻後の後来、李氏朝鮮では、君主の地位は王であるが、生子を用いた。また、韓国併合後も、 日本の王皇族として、その後継者は、王政氏とされた。女性の時期後継者に対し、漢字文化圏では、スメラフト女、または、王太子女と表記されることがある。実例としても、古代中国の党の安楽公主について、スメラフト女に立てようという動きがあったと、史実眼党に記されている。また、 近年の日本語の要例として、皇太を女もある。次期後継者が息子でなく弟である場合は、スメラフ等々との語がある。孫に対しては、現代日本の皇室天範第八条では、皇子たる皇孫を皇太孫というと定義される。これらの語の詳細は口述。現在の日本では、マスメディアによる報道などでは、対象が次期国王や次期大公であっても、王太子。 対抗精氏の子は用いられず、皇太子を用いるのが通常である。特に外務省は、王国、広告や性別を区別せず、一律皇太子の子を用いている。ただし歴史上の人物については、慣例に従って皇太子の子も用いられる。次期皇位継承者が弟や孫であるなら、スメラブと弟と皇太孫の子が存在するが、その地位を問わず、 皇太子の名称が用いられている。なお、西欧の言語においては、皇帝か国王か、子か孫か弟かに応じた称号の使い分けは見られない。英語を例にすれば、A、クラウン・プリンスの子が用いられる。さらに、性別によって称号が異なることが多く、女性の次期君主位継承者の称号は、英語を例にすれば、A、クラウン・プリンセスの子が用いられるが、 クラウン・プリンスの配偶者にも同じ称号が用いられる。こうした西洋の言語と漢語、日本語の用法の違い等はプリンスを参照。また、皇太子に相当する儀礼称号については後日日本では女性に対して用いられたのは安倍内親王が唯一の例となっている。天平10年1月13日の立大使から即位まで俗日本気は一貫して、 安倍内親王を皇太子と記している。口述の通り、安倍内親王が立太子された時期は、皇太子の概念が確立される最初期にあたる。皇権天皇以後の女性天皇の例として、官営6年11月8日の教師内親王の戦争や、法歴12年7月27日の友子内親王の戦争の2例があるが、いずれも立太子を経ていない。したがって、 後見天皇以降、現代に至るまで女性が皇太子等の称号を得たことはない。後見天皇の例を踏まえて、2005年の小泉、純一郎政権下での皇室転判に関する有識者会議報告書においては、天皇、皇太子、皇太尊という名称は、特に男子を意味するものではなく、歴史的にも女子が天皇や皇太子となった事実が認められるとされ、女子の場合も、 同一の名称を用いることが適当であると結論付けられた。推定相続人は、君主位や、借位の継承において、現在は継承権、第一位であるが、将来自分より上位の継承権を持つ人物が生まれる、可能性がある人物を言う。典型的な例として、長子相続性における子のいない君主の弟、妹や、男子優先長子相続性における息子がいない。 君主の長女がある。法定推定相続人は、君主位や爵位の継承において、将来自分より上位の継承権を持つ人物が生まれる、可能性がない継承権第一位の人物を言う。典型的な例として、継承権第一位が確定しているという点では、皇太子と共通するが、法定推定相続人という単語は、 称号ではなくあくまで経図学的な用語であるため、本人への呼びかけなどとしては用いられない。2019年5月1日に第126代天皇に即位した金城天皇には巫女がおらず、皇子たる秋篠宮文人親皇も金城天皇の皇帝であって巫女ではないため、皇子たる巫女ではない。そのため、86年ぶりに、かつ、 現行の皇室天範制定以来初めて皇太子は空位になった。王二法を着用した皇太子なる人新郎1990年11月12日、即位礼正殿の儀にて1889年、皇室の家内法として皇室天範が定められ、皇位継承順序が明文化された。この旧皇室天範15条では、諸次樽王子を皇太子としていた。 1947年に法律として定められた、現行の皇室天範第八条前段では、皇子たる御子が皇太子とされている。諸次もしくは、皇子はいずれも皇位継承順第一位の者のを指し、御子とはこの場合、東大天皇の子で男子を指す。皇位継承順序の変更は、皇子精神、弱派体の不治の重患ありまた派重大の事故、ある時、皇子に、 精神もしくは体の不治の重患があり、または重大な事故がある時のみに、皇室会議の義により許されている。青年の皇太子は、摂政就任順の第一位でもあり、1921年11月以降、1926年の大正天皇法御まで、当時の皇太子、広人親王が摂政に就任した例がある。皇太子は、皇太子不在の際の、 貯次たる公孫、公子たる公孫を言う。貯次もしくは、公子は、いずれも、皇位継承順第一位を指し、公孫とはこの場合、在位中の天皇の孫を指す。皇太子、皇太子費、皇太尊、皇太尊費及び内定にある、その他の皇族の日常の費用その他内定書費には、内定費が挙げられる。法律により、定額が定められ、平成31年度、 令和元年度一般会計予算における定額は3億2400万円である。皇太子に関する事務には、宮内庁の内部部局の東宮職が置かれる。東宮職は、一般事務だけでなく、皇太子、皇太子費、さらには、その独立の成型を営んでいない未婚の子女の、家政を行っている。職員は、約50名ほど。 料理人や運転手などの管理部の職員も合わせると、六十数名。皇太子、皇太子妃は、天皇、皇后とは異なり原則的には、団体の名誉総裁には着任しない。ただし、日本赤十字社の名誉副総裁などには着任する。なお、皇太子と皇太孫は、皇族の身分を離れることができない。皇太子の御や概念がいつ成立したのか、 また最初の皇太子が誰であるか等については、議論がある。なお、日本初期に最初に、太子、皇太子の子が登場するのは巻き、第三の神武天皇期である。研究史、最初の皇太子の説がある、馬屋当時江戸時代の国学者、元織の利長は、古事記中継行天皇に関する、三王夫太子の名の記述について、次著古事記伝で、中国の皇太子と異なり、 日本の棺ぎみこがカズトに限定されなかったことを強調している。元折の利長は、その棺ぎみこの要件について、みこたちの徴用の順ではなく、天皇の大いご神にかなうことにあると考えた。第二次世界大戦前の皇太子研究である、家永三郎の論文が、後の研究の基礎となっているものの、当時の皇室天畔を正当化する。 時代的制約のもとにあったことに留意が必要である。家永は、聖徳太子が、日本初期で、摂政とされたことについて、後代の摂政と異なり、独立した権能を意味せず、後退したる地位の属性に止まるとした。そして、水古天皇の時代に、貴族階級からの国政処理機能を皇室に、改修する一方、天皇の超責任的地位を維持するため、 皇太子摂政という政治形態が生まれたとした。法隆寺近藤薬師如来図を光背名に、聖徳大使を指した、大使、東宮西王の記載があることから、家永は聖徳大使が、立大使の確証をせられる最初の例であると、結論づけた。家永は、皇太子摂政はその後も展開したと論じ、その内容は、戦後も、批判的に継承された。 戦後の皇太子研究において、井上三貞により、律令制以前の大位継承の原理として、体系制が提唱されたが、論争がある。体系は、一義的には、長子の意であるが、様々な要例により、皇太子制の先駆的制度であると考えられた。しかし、井上自身が掲げた、体系制に関連する古代の巫女たち七例のうち、即位したのはわずかに三例であると、 批判的な見解もある。古墳時代古墳時代の皇室系図第15代王神天皇から、第16代忍徳天皇へは、忍徳天皇の異母兄弟が相次いで殺害、または自殺した上で行為が継承されている。第17代理中天皇、第18代藩税天皇、第19代陰陽天皇は典型的な兄弟継承の時代とされる。 理中天皇の同母弟住吉中津美子は、仁徳天皇の法御後に兄に対し反乱を起こしており、これは、長子であることが即位の絶対条件となっていなかったことを示唆する。藩税天皇の法御後、軍系らの協議により、お浅妻は久保宿根美子が、大草家王子より年長であることを理由に、隠御天皇として即位する。隠御天皇の法御後、 第一王子の木梨慶美子は、素行が悪かったので国人から阻止られ、軍心は従わなかったため、第二王子の穴ホ王子が推挙され、第二十代安黒天皇となった。継承者争いに敗れた、木梨慶美子は自死あるいは流刑となった。その後、安黒天皇が、マヨア王に殺害されたことに橋を発し、王八世若竹王子は、道母兄、重帝らを粛清し、 第21代有力天皇として即位した。有力天皇の第三王子白髪巫女が後継者に定められ、第22代聖明天皇として即位する際に、イボアニホシカーチグウ巫女が反乱を起こした。聖明天皇は死死なく崩御したため、また重邸に当たる奥慶王と奥慶王の兄弟が、迎えられて相互に、位を譲り合い、弟の桶王が第十三代、 建造天皇に兄の奥慶王が第24代人権天皇となった。ここに異例の道母帝道母仁の継承が行われた。建造天皇に死死がなかったこともあり、人権天皇の崩行後は、ただ一人の男子である昭発説、味噌サザイミコトが第25代部列天皇となった。こうして兄弟継承を伏線としながら、王子仁徳離中支編をしんわみこ人 無列という、長子を要件とした高等を乱すことができる。アスカ時代アスカ時代の皇室系図、第26代、京太天皇以降は、同母兄弟間の殺戮が起きておらず、また兄弟継承も、第27代安官天皇第28代戦下、天皇、第38代、天智天皇、天武天皇の二例しか実現していない。この兄弟継承は、 共に内乱を伴っている。しかし、古墳時代とは背後の諸条件が異なるため、旧来の行位継承の再生、復活とは考えられていない。これら同母兄弟間から異母兄弟間の継承への移行は、古墳時代における行位継承の不安定さを回避する目的で作り上げられた規制であると考えられている。行位の兄弟奏章に対し直系奏章は、 未成熟であり、調子優先の原則も未だ絶対基準とはなっていない。この時代には女性天皇も出現し、中継ぎとして直系総称を維持するために生まれた一面があると考えられているが、旧来の原理を大きく覆すには至っていないと評価されている。皇玉天皇4年6月12日、中野大江の王子は、木の富の変により重心、蘇我イルカを暗殺した。 第35代、皇玉天皇は、中野大江の王子への上位を起としたが、イルカが擁立しようとしていた、個人体慶巫女と慶巫女の存在を考慮し、慶巫女が第36代、皇徳天皇となった。この時、皇徳天皇は、個人体慶巫女が、天皇の諸生かつ、年長であることを理由に即位を誇示していた。皇徳天皇自身は、天皇の同母体でしかなく、 即位理由は不安定なものだった。中野大江の王子は同年9月に個人体系巫女を殺害する。中野大江の王子は有力な対抗者を欠く状態となった。さらに天皇の諸星である有馬の王子も西明天皇4年に謀反を計画したとして殺害された。中野大江の王子は母、皇玉、斎明天皇の法御後、昇生を経て、 第三十八代、天智天皇として即位した。皇太子制の成立なら時代の皇室系図、天智天皇十年、第三十九代、天智天皇は息子である、大ともみ子を、日本固有の新たな制度である、大城大臣に就任させた。これは、母親の身分が低く、これ以前の制度のままでは、天皇位につけない、大ともみ子の、次期皇位継承者としての体制を固めるために、 必要な措置として生み出された制度と考えられている。すなわち、皇族中の有力者が、大乗大臣という地位による裏付けによって、天皇位につく、意図を貫く点において、旧来の特定の地位を必要としない状況とは、明らかに異なる。早川昭八は、この制度を、大未礼に基づいた完成ではなく、天時の出した単行法との見解を示している。 また、家永三郎は、大城大臣の職権が、従来皇太子の任とされていた満期、説業に他ならないと述べ、皇太子とは両立し得ないとした。開封層において、大友美子は、大見町皇太子とした上で、大城大臣拝命と、時期を明確にせず、皇太子に立てられたことが記されている。同年9月、天智天皇が病に不指導母帝。 大天王子に工事を託そうとしたが、大天王子は、皇后山と姫王と、大友美子が失聖するように進めて、自身は出家して、吉野に下った。この部分は、日本初期の巻、第27天寺天皇記、巻、第28天武天皇記に記されているが、天武天皇記では、東宮大天王子が、大友美子を諸君する、幼児譲るしているのに対し、天寺天皇記では、 地譲るに触れていない。荒木敏夫は中国大陸における概念に沿えば、君主の病床下でその権力の代行するのは皇太子の務めであり、この理解の下で天武天皇期の記述があるとしている。ただし、大天王子の立大使については、日本初期における矛盾した記述から、坂本太郎や青木和夫により否定的見解がある。天智天皇の崩御後、 大友美子と大天王子は人心の乱によって争い、その結果、大天王子が第40代天武天皇として即位した。天武天皇12年には天武天皇と創生した大田王女の息子である大津美子が長長生を始めると記録があるが、これは大城大臣への就任とは考えられていない。早川は制度としての大城大臣の地位が、 存在していなかったとの見解を示している。ところが、天武天皇14年1月、天武天皇とその皇后であった、児童天皇の巫女である、草壁巫女は、新たな後進官位制において、清子皇一に除された。これは、大津巫女の清子第二、巫女中の最年長者で人心の乱の功労者でもある、高市巫女の清子皇二等よりも上位であり、草壁巫女が、 会議の筆頭に位置づけられたものである。すなわち、皇族の序列家であり、アスカ清見原の例の成立過程に、皇太子制の成立を見ることができる。しかし、草壁美子が即位せずに皇居すると、次党天皇の下で高市美子が、大乗大臣につき、さらに、次党天皇10年7月10日に、高市美子が皇居した。家永三郎の提唱する。 皇太子摂政の概念では、高市美子は皇太子と大乗大臣を兼ねており、これは皇太子摂政の政治形態が大乗大臣なる完成の出現によって克服されたことを意味するとされる。なお、高市美子の子である長屋王を長屋親王と記した木簡が発掘されており、日本書紀や万葉集で豪子孫と称されたことから、高市美子の地位をめぐっても諸説ある。 いずれにせよ高市巫女の皇居に伴い、次期後継者をめぐる紛争が起こる。これは天皇くらいではなく皇太子をめぐる、史上初の紛争にあたる。この時の様子は、開封層に記されている。結局、翌日当天皇11年2月16日に、草壁巫女の息子である、カルミコが立大使され、同年8月1日に、 若干15歳で即位し、第42代文武天皇となった。ここに、史上初の皇太子を経て即位した天皇が誕生したとされる。カルミこと、その息子のクビミコは、皇位継承者として明らかに差別化した扱いを受けて、おり、律令制下における皇太子制の確立が、以後の政治課題となった。日本初期完成では、太子の語の多くが皇太子の意で使用された。 しかし、同時代に編纂された古事記頃成立には説明不可能な要例もあり、また、日本初期とは律大使に関連し、矛盾も多い。こうしたことは、8世紀初頭の時点では、後位継承の制度そのものが未成熟であったことを意味する。また、経営文4年に文武天皇が若くして崩御すると、当時7歳の首巫子の即位までの中継ぎとして、 文武天皇の母、元明天皇と、同母姉、岩章天皇が即位した。元明天皇の在位中に、首巫子は立りつ大使されたが、即位は先延ばしになり、岩章天皇が、直天皇となった。これは、皇太子の地位が、直天皇になるための必須の地位として、古代の支配者階級にとって、未だ認識されていなかったことを意味する。成立当初の皇太子は、 文武天皇の系譜を維持することを目的とするかのように、聖武天皇の息子である元美子は、生後わずか32日で立大使された。元美子の皇居後、長屋王の変により、着流に近い血統と政治的実権を持つ長屋王が失脚、自害すると、藤原家の功明氏の立候が実現し、史上初の皇族出身以外の皇后が誕生した。この際、後日本紀によれば、 聖武天皇は孔明氏が皇太子の母であったことを立皇の理由として宣言した。後継者となる巫女のいない聖武天皇は天平十年に安倍内親王を皇太子とした。先の岩章天皇は未婚で皇后、母皇でもなく、また立体子されることもなかったため、草壁巫女と元明天皇の巫女である以外の皇位継承理由はなかった。しかし、 聖武天皇の御子である安倍内親王は、立大使を経て、即位しており、この頃までに皇太子が、次期天皇である認識が確立され、また、次期皇位継承者の存在を明示する儀礼として立大使令も整備された。なお、発掘調査では、2014年2月に、奈良文化財研究所が実施した、平城宮跡東側の発掘調査で、二神皇と、 大使の文字が書かれた木管の削りくずが全国で初めて発見された。木目の状態などから元は同じ木管に書かれ、本来は皇太子と書かれていたと見られる。また同じく発見された他の木管には養老七年、人気元年と読める文字もあったことから、この皇太子は首巫子を指すと見られる。調査した資料研究室長の渡辺昭弘は二人は 首巫女の敬語の人数を示していると考えられる。としている。宝棄7年には皇太子である、山部新郎のために護衛として縦脇戸練りが置かれた。王子宮から、東宮、東宮へ7世紀後半の天武天皇、続く、児童天皇の時代には、巫女の居所は、天皇の居所と異なり、地名級、人名級と表記されており、王子宮は、 当時の巫女の一般的な居住形態であった。人身の乱において、天武天皇に出資し強い親珠関係で結ばれた、トネリの果たした役割は大きく、乱後に即位した天武天皇は、それぞれの巫女に対してでなく、天皇への集権的な親珠の強化を図り、新たなトネリ制度が成立した。さらに、自童天皇は、藤原家の造営により、皇族にも、 都の中への宅地を強制した。この政策の本質は、旧来の居住性の変更と天皇への侵珠を強化することであった。やがて、巫女の居所は、家、宅、台と称されるようになり、宮は、後進への損傷に変化していった。王子宮が、衰退、変容していく中、8世紀半ばに施行された、養老律令では、次期天皇である皇太子の火星機関である。 東宮坊は大上官による直接の統制を受けた。皇太子の居所である東宮の君は日本初期に棺の宮の例があるが、東宮職員令をはじめとする文献資料では多くの場合、御女の宮と呼んでいる。この事実から、御女宮の大典に伴う天下発展により、東宮機構が成立したと考えられている。後大には皇太子は東宮東宮。 と表記され、東宮、棺の巫女、春の宮などと読まれた。いずれも、皇太子の居住する宮殿の意となる。敗太子第46代後見天皇から第54代人名天皇までの約1世紀の間に皇太子の地位を剥奪された敗太子が5件集中的に発生している。この時期には、天皇の即位と近い時期に立太子が行われていることが特徴である。 これは、第41代、自徒天の以来の皇太子空位による古代、貴族間の権力闘争を防ぐ対応策であると考えられている。しかし、同僧が、同性愛や、機密漏洩等の不業績を理由として、史上初めて敗退しされたことにより、立太子後も皇太子くらいの排術を可能にする段階が、到来した。継承の霊南時代から、 江戸時代中期にかけては、次期行為継承者が決定されている場合であっても、後代子にならないこともあった。これは、当時の皇室の財政難などにより、立体指令が行えなかったためである。通例であれば、次期行為承継者が決定されると同時に、もしくは日を改めて速やかに立体指令が開かれ、次期行為継承者は後代子になる。しかし、立体指令を経ない場合には、 皇太子ではなく、諸君と呼ばれた。南北朝時代において、南朝では最後まで曲がりなりにも立太司令が行われてきたとされている。これに対して、北朝においては、ご皇坊天皇から南北朝合一を遂げた遥か後の霊元天皇に至るまで300年以上にわたって立太司を経ない諸君が後位についている。立体司令が復活した後も、 諸君事情から立太子令まで1年から数年の期間があり、江戸時代では実質諸君事情が次期行為承継者の決定であった。2019年5月1日現在、皇太子以外の皇子が行為を継承したのは、1779年に第118代、小桃もの天皇が死死なく崩御したことに伴い、その冒険の最重定にあたる官員の宮から戦争した。 賢人親王が最後である。広角天皇の御子、恵ぐみひとから第126代、天皇徳人までの歴代天皇はすべて皇太子によって皇位が継承され、この皇統が現在の皇室に連なっている。江戸時代後期の皇室系図なる人新郎、の立大師の礼1991年2月23日1952年、立大師の礼を行う秋人親王。 皇室天般制定以前と異なり、立太子の礼自体は皇太子の地位の要件ではない。立太子の礼は天皇における即位の礼と同様、内外に地位を鮮明するための儀式である。かつては幼少の諸君の立太子の礼も行われた。これに対して、現皇室天般制定後は皇太子の青年を待って立太子の礼を行う。皇太子、 皇太子の青年は18歳とされている。旧皇室天般の下では、立太子の令和2回行われた。現皇室天般の施行後は、立太子の令和2回行われている。天皇の弟が、次期皇位継承者である場合には、スメラブ弟と、また、天皇のおいである場合は、皇太子と呼ばれる場合がある。陰性期においては、皇太子の称号は、不見の存在を意味した。 今鏡には、第75代、ストック天皇が父親である、鳥羽上皇に上位を要請されたことに従って、弟宮である、成人親皇を後継に立てたが、立太子の際に、成人親皇が皇太子ではなく、スメラフト弟の立場で立てられたことにより、上位後のストック上皇が、この上天皇に対する不権を行使できず、陰性を行うことができなかったという記述がある。江戸時代までは、 次期皇位継承者が確定した辞典等において立大使の礼を行い、その方に皇太子の身分を授けることが通例であり、称号については、近城天皇の子である場合だけでなく、兄弟やその他の親族である場合も皇太子と称されることが大半であった。なお、弟宮が次期皇位継承者とされた例は18例あるが、このうち天皇によって称号が、 スメラフト弟と定められたことが明らかな例は3、例のみであるとされる。現在、皇室天範、皇室経済法には、スメラフト弟や、皇太子などに関する記載はない。仮に、皇位継承順第1位の者が在位中の天皇の弟、または、老いの場合、東宮職員、今まで皇太子の取り行ってきた公務の引き継ぎ、 内定皇族と三宅皇族で相当に差の出る内定費、旧定費などの諸費用をどうするのかという問題が存在する。第125代天皇、秋人の大位に関する特例法では、秋篠宮文人親王を皇子として皇太子に準じて扱い、東宮職に代わって皇子職を置くことが規定されている。戦術の通り、日本における 皇太子及びその前身となる概念がいつ頃成立、確立したかについては様々な議論がある。以下には1981年の書籍に基づく歴代皇太子を挙げる。そもそも太子の子は中国に由来するものであり、王や諸皇の後継者が太子と呼ばれた。史上最初に皇帝を名乗ったのは旗の始皇帝であり、始皇帝の時代には、 巫女の父祖が大使として建てられていたので、史上最初の皇太子は、父祖であるということになる。もっとも、始皇帝の没後に、長皇らの陰謀で排除されたため、父祖は即位していない。基本的には、奇載原の第一王子をり伝死する。皇績抜群なる巫女は大使を立てることもあり、この原因によって、派閥抗争が起こる場合もある。 着出子が生まれなかった場合、貴賓諸生の第一王子を立退死するが、その地位が不安定であったため後継者争いが起こる。皇太子が地位に安住して、年神を近づけ収容を怠る、などの弊害が時に見られた。とはいえ、皇帝が絶大な権力を持つ中国において、皇太子を指名しないことはますます派閥構想の激化、などの弊害を招くため、皇太子制は継続されてきた。 秦の要政帝はこれらの弊害を正すために、大使密立の制を導入し、秘密裏に皇太子を指名して、皇帝没後に開封することとした。朝鮮半島においては、高来のモンゴル干渉期から、李氏朝鮮後期まで、長らく他国の作法体制下にあったため、大使の称号が使えず、国王の継承者は、大勢氏と呼ばれていた。日清戦争の結果、 下関条約が結ばれたことにより、真の作法から外れ、国号を大韓帝国と改めた際に皇太子を使うようになった。しかし韓国併合により朝鮮は大日本帝国の領土となり、旧皇帝家は日本の王族となり、旧皇太子は王政氏となった。琉球王国においては、王政氏は中伏くまぎりを領地としたので、中伏皇子と称した。 日本語の皇太子にあたる語は、英語ではクラウンプリンス、ドイツ語ではクローンプリンツ、スペイン語ではプリンスペである。女性型はそれぞれクラウンプリンセス、クローンプリントセシン、プリンセッサで、これは皇太子の妻にも用いられる。また、君主号が皇帝か王家に関わらず用いられる。実際に、かつてのドイツ帝国などで称号として用いられていた。 スカンディナビア小王国では、特定の儀礼称号は用いられず、王太子、女にあたる語がそのまま故障として用いられる。例として、現在のノルウェーの王太子コンは、HKH クローンプリンゼハーコンと呼ばれ、これは英語に訳すと HRH クラウンプリンス、ハーコンとなる。なお、日本のメディアでは、欧州王室の女性王位継承者の未来について、 皇太を女として表記したことがあるが、戦術の通り、外務省では性別を問わず、皇太子と表記している。ローマ帝国においては、皇帝は建前上世襲ではなく、元老院、ローマ市民の代表者とされていたため、皇太子にあたる地位はなかった。神聖ローマ帝国においても、元は選挙王政であり、建前上必ずしも世襲ではなかった。ただし、 ハプスブルク家が定位を独占した後には、直気皇帝としてのローマ人の王の称号を自家の後継者に与えることで、定位の事実上の世襲を維持した。これとは異なる称号であるが、フランス第一帝政のナポレオン一世も後継者、ナポレオン二世をローマの王に任命している。フランス帝政の影響で新生ローマ帝国が解体し、 ハプスブルク家領に世襲制のオーストリア帝国が成立すると皇帝の後継者たる男子が公的に皇太子となった。サラエボ事件で知られるオーストリアハンガリー帝国のフランツ・フェルディナント大公は事実上の皇太子であったが冒険であることや帰遷結婚によりその子孫には皇位継承権が許されなかったなどの事情から皇太子とはあまり呼ばれず皇位継承者と呼ばれた。 ロシア帝国では皇太子に対して皇帝の息子という意味の語であるサレービチ、セサレービチという呼称が用いられた。イギリスでは王太子にプリンス・オブ・ウェールズの称号が与えられた。もともとはウェールズの君主の称号であるが1301年、エドワード一世がウェールズ人の反乱を抑えるために王太子にこの称号を与え、以降王太子の称号となった。 革命勃発による共和制移行以前のフランス王国では王太子に同藩の称号が与えられた。もともとはフランス南東部のドーフィネ地方の領主の称号であったが1349年に同地方を王太子領として以降王太子の称号となった。このほか、現存する以下のヨーロッパの王太子、女は貴族としての特定の儀礼称号が与えられる。 これらの国々に、王太子、女という称号はないため、しばしば同一視される。日本では、王太子、女ではなく、皇太子と表記、報道され、現、プリンス・オブ・ウェールズも、チャールズ皇太子と呼ばれることが多い。1980年のスウェーデンをはじめとして、近年のヨーロッパ諸国では、後継者問題や女性の地位向上などに伴い、 継承順位を男女にかからず調子優先と転換する国が多く現れたため、これに伴い王太子女も増加した。2019年5月現在の4名がいる。なお、言語では王太子女と王太子妃は同じ故障となるが、王太子と王太子女の夫は同じ故障は名乗らない。例えば、スウェーデンのィクトリア王女の夫ダニエルは結婚により王子となったが、 王太子と同じ称号であるクローン・プリンゼは名乗っていない。一夫多再生により、初代国王のアブドゥルアズイーズ・イブン・サウードには、多い継承権を持つ男子が35人いたため、第二代国王のサウード・ビン・アブドゥルアジーズから第七代国王のサルマーン・ビン・アブドゥルアズイーズまでの国王と、第七代国王の知性で、最初の時期多い継承者となったムクリン・ビン。 アブドゥルアズイーズまでの代々の王位継承者は、初代国王の実子のイボ、同母兄弟であり、王位継承順は兄から弟へと継がれてきた。しかし、日本の外務省は、次期王位継承者が、国王の弟であっても、王夫と指定ではなく、一律で皇太子と呼称していた。また、2015年4月29日、サルマン国王の直命により、イボ帝のムクリンが敗太子となり、 老いにあたるムハンマド・ビン・ナイフが、次期王位継承者に任命されたが、日本の外務省は同じく、王夫子老いではなく、皇太子として故障しており、国王の続き柄と関係なく、次期王位継承者を一律に、皇太子と呼称している。2017年6月21日、サルマーン国王の勅命により老いのナイフが、王太子から解任され、 実施のムハンマドビン・サルマーンが王太子に任命された。これにより後に、第二大国王となるサウードが1933年に王太子に就任して、以来84年ぶりに国王の実施が王太子を務めることになった。なお、サウジアラビアでは、2014年に大継承順、第2位の者の地位と称号が設けられ、ムクリン、ナイフ、ムハンマドがその地位を継いできたが、 日本語ではこれを、副皇太子、英語では、デピュティクラウン・プリンスと呼称している。2017年6月21日に、ムハンマド・ビン・サルマーンが副皇太子から王太子に昇格したことで、以降は副皇太子が空位となっている。ありがとうございます。